はいどうも、こんばんはれ。いつもぐさしばんほれチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ぐさしです。クリスチャーです。このチャンネルは私の地元山梨県のバンホレ甲府を応援することをメインテーマとしつつ、クリスさんのようにバンホレを応援し始めて2年目、これまであまりサッカーに馴染みがなかった方にもですね、バンホレ甲府を応援することを通じてサッカーが面白いなと思ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画ですが、J2 第5節ですね、アルビレックス新潟対バンホーレ甲府のマッチプレビューという形でお送りしていきたいと思います。で、まあ、早速マッチプレビューの前なんですけども、まあ、サッカーの時事ネタというかなんですが、カタールワールドカップアジア最終予選もいよいよ大詰めラスト2試合なんですけども、その2試合のメンバーが、発表されてました。なんとバンホーレ甲府からの選出がありませんでした。まあですけどね、元バンホーレの所属していた、佐々木翔選手、あと伊藤純也選手が選ばれていますので、彼はバンホーレで大卒で、キャリアをプロキャリアをスタートした選手たちなので、カタールワールドカップの、ね、出場をかけたラスト2試合、しっかりカタールを中心に日本代表応援できればと思いますので、そちらも気にしていただければと思います。で、さて、本題の方に戻りまして、まぁ、今節ですけど、新潟との対戦なので、2022年初の川中島ダービーと。で、バンホーレの近況みたいなところから話していくと、パライバーとビスキがついに来日してます。おはい、20日に合流予定ということですね。で、あと、昨年からね、怪我でずっと長期離脱してた小林イワナが、実戦に復帰しているということで、まあ彼のポジションはウィングバックになるので、まあ関口、荒木、菅井のことですね。さらにポジション争いが激しくなるかなと。続きまして、そんな甲府とですね、あと対戦相手新潟の開幕から4試合の成績と順位、こちらご覧いただいてご覧ください。はい、ということで、バンホーレは開幕戦こそ黒星だったものの、引き分け、勝ち、引き分けで3試合一応負けなしという状況で来ています。1勝2分け1敗、勝ち戦5で12位。対する新潟なんですけども、ここまで3戦連続ドローからの黒星、未だ勝利なしというところで、3分け1敗、勝ち点3の18位というところで、今節に挑むというところであります。で、新潟はいまいちこう調子に乗れてはいないんですけども、去年開幕13戦無敗とかやってて、で、今季は結構豊富なタレントを揃えているチームなので、まあ昇格候補なんですけども、一つでなんか勝ってきっかけつかむと一気に上がってくるチームだと思うので、まずはなかなか調子上がってきない今のうちに叩いておきたいところ。ただ新潟も多分4戦未勝利で迎えるホームゲームなので、ここで絶対必勝というところで来ると思うので、まあ難しいゲームになるかなという印象です。続きまして、新潟、対戦相手新潟の分析というところに入っていきたいと思いますが、一応昨季の成績を見てみますと、18勝14分け10敗、勝ち点68で6位。一応2020年と2021年の2年間で、ボールポジションをして、で、試合自体をこう自分たちでコントロールしていくというサッカーを、徹底していたアルベルト監督という方がいたんですけど、今ね、FC 東京に、引き抜きにありまして、新潟が3年目のアルベルト監督体制が実現ならず、監督交代ということになっての今年のシーズンを迎えていますが、一応チームのスタイルというのは、その時のものと継続ということで、今季も進めていると。新監督なんですけども、マリノスとか、で、ヨーロッパ人監督の元でコーチとかを務めた経験がある松橋さんという方、が、就任していると。で、去年なんですけども、開幕13戦、先ほど言った開幕13戦無敗だったんですけども、まあ、敵チームのこう対戦が進んだ終盤戦から終盤戦っていうのは勝ちきれない試合が増えてきて、まあ、さっき14分けっていう成績だったんですけど、42試合中14分けって3分の1引き分けてるんですよ。だから結構引き分けが多いので、勝ちきれない試合っていうのはやはり多かったかなっていう印象なので、まあ、松橋新監督が今季どういうふうに戦っていくかっていうところで言うと、今季は全監督のサッカーを継続しつつ、もっとダイナミックにより相手ゴールを目指すサッカーを掲げている。なので、まあ、さっきのスタイルをさらにこう突き抜けていく感じを目指しているっていう。で、まあ、新潟はそのサッカーなんですけども、圧倒的今年のサッカーだと思います。さっきの平均ボール支配率が 60% を超えてますね。11.3%。です。で、もちろん J2 トップの数字になってますね。で、まあ、ポジションするのはボールパス回しが多いので、パス数も J2 トップのデータ。で、さらにクリア。してないって、大きく蹴り出したやつ。クリアですけど、クリアの回数が22チーム中22。大きく蹴り出さない。もうディフェンスラインからボールを繋げていく。っていうところから、ね、ポジションしていくっていう意思からこう見えている、スタイルが
発揮してるかなっていうところであります。選手で言いますと新潟の至宝と言われている本間志音選手、あとは若きチャンスメーカー三戸選手、あと昨季全試合先発出場10ゴール14アシスト司令塔高木選手っていう攻撃陣が強烈なのと、あと千葉選手、あと、マイケル・ジェームスっていう、2人のセンターバック、まあビルドアップもできるし守備も安定してるしっていう、まあ何度も言ってますけどタレント豊富昇格に向けて盤石なメンバーが今季も揃っているっていうところで、甲府と新潟の対戦成績見ていきたいと思います。まず通算成績ですが、直接対決甲府の11勝、新潟の21勝、都道が17回、直近の対戦成績5試合がこちらになります。まあ昨季は上の2つになりますけども、1分け1敗と、まあ僕としては勝てずに昨年は終わったっていうところであります。まあこの5試合見る感じこう勝ってことないですけどね。ただまあ圧倒的にドローが多いっていうか、まあ3対3って試合もあったりとか、でした。去年の前半風の対戦、6月の試合ですね。まあ相手のミスから泉沢が、先制ゴールを奪うものの後半逆転を許してしまって難しい展開になりますが、試合終盤にメンデス。はい。それでメンデスのゴールでドローに持ち込む。うん、で後半クールの、9月末の試合ですね。は、小学ラスの生き残りをかけて直接対決だったわけですけども、ロスタイムに、2月のドメノ・フランク選手にゴールをこじ開けられて、手痛い黒星をキスことになった、苦い思い出がありました。まず、2020年以前の試合でもね、激戦は繰り広げてて、この川中島ダービーですね。まさに戦国時代から、と言っても過言ではない因縁のライバルというか、ですので、今回の試合も1分たりとも見逃せない90分になることが間違いないかなと思います。ということで、いつも通り、新潟リーカのポイントを3つ、挙げてみました。こちらご覧ください。1つ目、守備の意識統一。まあ、今節、まあ、甲府も強いですけども、おそらく圧倒的ではないと思うけど、やはり新潟がボールをポジションする時間っていうのは多くなると思います。で、多分新潟はこう、ボールをポジションしつつ、甲府の守備陣形を見ながら、攻め込むタイミングを探りながらって感じになってくると思うので、そのスイッチが、行くぞっていうスイッチ入るタイミングがあるはずなんですよね。パタパタ入ったりとか。あと選手がボールを持ったりとかというタイミングをしっかり、見極めて攻撃も守備陣がチーム全体に同じイメージを共有して守備の組織を形成することが重要かなと思います。でそれができれば新潟がいくらワーポジションしてても決定的なチャンスっていうのは生まれないかなっていう。でさらにボールを持っているのも自分たちのボールを持つってサッカーができているにもかかわらずなかなかチャンス作れないっていう陣ができたら多分新潟も焦るっていうところがあると思うので、そこまで持っていけたら、守備からリズムができるのかなっていう。二つ目、アタッキングサードの鋭さということで、まあ前節吉田監督が話していた鋭さっていうキーワードがあったと思うんですけども、その鋭さっていうのを今節しっかり発揮できるかっていうところがキーになるかなと。おそらく前節の山形戦よりも決定的なチャンス、甲府にとっての決定的なチャンスっていうのは減るのかなっていうところなので、限られたチャンスをものにする決定力が勝敗を分けるかな。新潟はですね、第3節の山口戦ラスト15分のところで同点に追いつくと。でさらに第2節の大宮戦では2点リードされてるけど2点取り返して追いつくって、まあ力強さがあるので、やはり最後までゴールを奪うパワーを持っていたら2点差くらいたやすく追いつける力っていうのはあるチームであるのは間違いないので、ここ2試合、甲府は先制点を許してはいるので、どどどって逆転勝ちはしてますけども、やっぱり先制されると苦しい展開にはなってしまうので、必ず欲しい先制点なんですけども、リードを奪ったら、まあ、リスクを管理しつつ、さらに2点3点を取っておかないと、安心できないかなっていうようになるかと思います。ただ、もちろん、目指すべきはやはり、今季初のクリーンシート、味方に出てきたら、今後の戦いにも自信になるかなと思うので、まあ、最大限目指す目標はそこだと思います。3つ目、今回はキープレイヤーを挙げてみました。今節の鍵を握るのは、関口、須貝、荒木たちのウィングバック陣かなと。新潟は、さっき言った新潟の至宝と呼ばれる、本間志音選手。あと一平篠塚選手というのがいるんですけど、ちょっと前節怪我で途中交代してね、この選手は怪しいんですけども、まあ、三戸選手という若きアンダースラル代表に、まあ、候補かな、の選手がいるので、サイドがやはり起点になってくる部分が強いと、縦も仕掛けてくるし、中に切り込んでくるっていうのもあるので、それをしっかり須貝たちが防げるかっていうのは、やっぱり勝負の鍵になってくると思います。ここまでを踏まえて、ピーさん。はい。スコア予想をお願いします。はい。今回は、2-0 で、ここの勝利。結構強気な感じでしょ。確かに予想というか今回は確かに願いがの方が強いかなっていう、いうようなイメージがあって、まあなかなか勝ててないというところで、今回は今年こそは、もう甲府勝つよと、願いを込めて、まあ、今回 2-0、まあ、リラーあたり、まあ、長谷川もあたりもやっぱり
入れてくんじゃないかと。そのウィングバック陣からのなんか攻撃っていうのも結構僕は今話聞いてて期待値もあるなというところで、2-0 という数字を出させてもらいました。はい、ありがとうございます。ということで、まとめて入りたいと思います。まあ何度も一回繰り返しますようにですね、盛り上がって川中島ダービーですよ、春の陣っていうやつですね、いわゆるお互いのね持ち味をこう存分に発揮した好ゲームになると思いますので、楽しみにしたいと思います。でまあいよいよねこれで5試合が終わって、まあ、あともう1試合2試合ぐらいです。で大体序盤戦から中盤戦ぐらいまでにかけての今年の J2 のこう上位とかはある程度見えてくるかなと、まあ、そういうのも見ていけたらなと思います。で、まあなかなか今節ハードなゲームになるかと思いますけども、90分ですね、ファンサポーター含めて、総力で、川中島の戦いを制して、天下を取りたいと思います。ということで、J2 第5節ですね、アルデイクス新潟対バンフル甲府、3月19日土曜日、14時キックオフです。新潟のホーム、電化ビッグスワンスタジアムにて、行われます。いつもこの動画をご覧いただいている方、ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンしてくれた方もありがとうございます。引き続き、バンフル甲府と一緒に、このチャンネルも応援していただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、新潟戦勝利した後、またこの動画でお会いしましょう。またねー。